whatever you like. You can have whatever you like. When the beat goes off, we bang to the beat. You can have whatever you like. Whatever you like. もう10月ということで秋メイクをやっていくんですけど、リアルにこのパック最近使ってて、一旦メイクする前はこちらのパックをいつもはちょっと半分に切って鼻と顎に乗せてるんですけど、ちょっとハサミを忘れましたので贅沢使いしております。コットンパックか普通のパック必ずしてるんですけど、このパックは3分でいいので、本当に朝バタバタしてるときめちゃくちゃ助かってます。3分で剥がすのちょっともったいないぐらいなんですけど、薄いのにひたひただから私は美顔器とかに挟んで使ったりもしてます。はい、今軽く日焼け止め乳液と保湿のリップ塗ったんですけど、今ちょっと生理前で赤みがあるのはあるんですけど、あとここにちょっとまだニキビがあるんですけど、やっぱ本当に朝はパックしてからメイクすると全然違うので、本当に朝必須ですね。下地がまずこちらのイーザー&のペブルティーエッセンス。これ私何度か使ってるんですけど、どっちの色も本当に捨てがたくて、こっちがスキンベージュでこっちがピュアラベンダーって色なんですけど、どっちもトーンアップしてくれる系の下地なんですけど、 UV 機能も入ってるので日焼け止めとしても使えます。こっちはナチュラルにトーンアップしてくれて、ちょっとブルベっぽいメイクしたいなとか韓国っぽいメイクしたいなって時はこちらがおすすめです。でも私の個人的な塗り方があるのでそちらでやっていきますねよくどうやったらベース崩れないですかって質問いただくんですけど、一旦こうやって手の甲に出すんですよ。本当にちょっとずつちょっとずつ乗せていくんですね。大量に一度に塗ってしまうとめちゃくちゃよれちゃうので、まずはこうやって点置きして、いつものごとく私は顔周りは顔を膨張させたくないから塗らずに、パフで優しくトン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 なじませていきます。本当に少量塗っただけなんですけど、パッと顔色を明るくしてくれて、なんかこうやって見るとあれそこまでトーンアップしないのかなって思うんですけど、肌なじみもいいしくすみとかを飛ばしてくれます。本当にこの下地大好きで下地はとにかく伸びがいいのが大好きで、この下地もかなりしっとりしていて伸びもいいし割とカバー力もあるので、ファンデーション塗りたくない人かはもうこれだけで済ませることもあります。若干ピンク味があるのでナチュラルに血色をよく見せてくれます。こちらのラベンダーはちょっと黄みが気になるなとかくすみが気になるって人はぜひラベンダーを使ってみてください。で、私の最近のやり方としてはこういうちょっと長めのこういう筆を使ってコンシーラーとか部分的にハイライト使うときはこれでのせてるんですけど、こちらはザ・ツールラボのなんですけど、ちょっと取ってから筆で薄くこういうトーンアップ系ってナチュラルにハイライト効果も出してくれるので、くすみが気になるところにで置いて、薄くベージュ系を使ってからこういうラベンダー系とかトーンアップする系の下地は部分使いするとそこまで白浮きもしないし、かなり使いやすいと思います。パフで馴染ませます。なんか全顔にトーンアップ系の下地を使うとどうしても白浮きしやすかったりとか顔が膨張して見えたりとか、あんまりうまく使えないなっていう人でも部分使いして薄く重ねてあげることでだいぶ使いやすくなるの で、どっちも薄く重ねてるので全然よれにくいです。でポイントとしてはやっぱり保湿してあげることと、薄く伸ばしてパフでとにかく優しく押さえてあげることが重要です。そうするとこんな感じでベースを塗っただけとは思えないカバー力とツヤ感と、本当に私ベースだったら最近これが一番好きですね。なんならこれだけでいいかもって思うんですけど、やっぱイーザー&はこのペブルクッションが
推しかなと思うので、クッションファンデも使っていきます。こちらはペブルグロウクッションのバニラっていう色ですね。これ確か3色ぐらいあって、私は一番明るめの17番にしたんですけど、あと21のナチュラルと23のサンドっていう色もあります。グロウタイプとマットタイプもあって、グロウタイプはしっとりしたツヤのある肌を表現したい乾燥肌の人とか、まあ、混合肌の方におすすめで、こちらのマットタイプはサラサラとした肌を表現したい脂性肌の方とか混合肌の方におすすめです。私マットタイプも使ったことあるんですけど、マットタイプは凹凸とかを滑らかにしてサラッと陶器のようなまっさらな肌にしたいよっていう人はマットがおすすめです。グロウタイプもマットタイプもアジア人の肌に合わせたニュートラルカラーなので、とても肌なじみが良くて使いやすいです。なぜ私が今回グロウタイプにしたかというと、やっぱこれからの季節乾燥しやすいので、ちょっとツヤっぽいメイクがしたいなっていうのと、ちょっとこれで筆で撮ります。イーズ&のこの間ローンチイベントに参加させていただいたんですけど、エスパのジゼルさんがいて、そのジゼルさんがグロウクッションがおすすめです、推しですっておっしゃってたので、それはもうグロウタイプを使うしかないと思って今回グロウにしました。こんな感じで塗れたら、パフもあの雫型なのですごい細かいところ抑えやすいです。このクッションファンデも割と長時間キープ力があるので崩れにくいんですけど、それでも私は崩れやすいタイプなので、ちょっと筆でいつも乗せてます。とね、毛穴とかをね消しゴムかのように消してくれるんですよちなみにこれはミニタイプもあります。クッションファンデって大きいと持ち運びとかメイク直しの時にかさばるじゃないですか。今日はマットタイプのミニクッションを持ってきました。すごいですよね、今携帯ストラップかのようにクッションファンデにもこうやってアクセサリーをつけられるっていう、かわいい。ここにイーザー&って入ってて比べると結構違いますよね。私はこれをお直し用として使ってます。パフもちっちゃくて、お直し用はそんなにこう全顔塗らないじゃないですか。だからこのぐらいがちょうどいい。で、私はテカリやすいところを直したいので、あえてこっちのクッションファンデを使ってたとしても、こっちを持ち歩いてテカってるところはマットタイプで押さえてとかもしてます。こんな感じでツヤンツヤンの本当に水分たっぷりっていう肌になります。うん、いい感じ。パッケージもコロンとしてて可愛いんですけど、ペブルクッションのペブルってあの小石っていう意味なんですけど、だからちょっと丸くて角がないようなパッケージなのかなと思います。ツヤ肌が好きな人絶対これ好きだと思う。いや、いろんなツヤ系のクッションファンデ使ってるけど、これもめちゃくちゃお気に入りです。うん、ちょっとニキビを隠したらめっちゃ綺麗。これはいつも使ってるコーラルヘイズのコンシーラーパレットなんですけど、いつも使ってるやつはちょっと割愛しつつ紹介していきますね。やっぱ私はこれ使いやすくて使う機会が多いです。小鼻だったりクマとか眉毛のところとか、ジゼルさんもイベントでグロウクッションを使ってたみたいなんですけど、本当に肌がツヤンツヤンでとっても美しくて、写真撮って OK ですよってイベント会場ではなってたんですけど、もう私はずっとこうやって目に焼き付けてました。マネージャーさんと一緒にいたので、マネージャーさんは写真撮ってくれたんですけど、ひたすら私は見てました。あんまりこれが一番好きとか言うと逆に嘘聞こえるからあんまり言いたくないんですけど、本当にベースもこのクッションファンデも今一番お気に入りです。大好きすぎてこのクッションファンデが、で使って本当に良すぎて今回あのお話をいただいてぜひぜひっていう感じだったんですけど、こちらはアイムミミのデュアルフェイスカラーの2番。これも動画で何回か使ったことあるんですけど、私はこの頬骨が張ってるのでいつもここを消してます。イーザー&の世界観がモノトーンでシンプルですごく統一感があってめちゃくちゃ素敵だったんですけど、そのイーザー&のイベントに行った時に、その時も結構肌の治安が悪かったのでかなりまっとめにハイカバーで行ったんですね。そしたら本当にその日全然漏れなくって、こちらはいつものギリーバイレットのリッププレンディングスティックの3番です。
これ毎回使ってる。たとえマットであっても、グロータイプであっても、厚塗りにしすぎると本当に老けるっていうか、やっぱ今の韓国のトレンドもそうだけど、薄付きにしてコンシーラーで隠すぐらいが一番いいのかなと思います。ノーズシャドウとかの入れ方も普段と変わらず、目の距離が絶妙なんですよ。これ以上近かったらちょっと目が近くなりすぎちゃうし、なのでこのシェーディング入れる時も眉と眉の間をできるだけ内側に入れてます。涙袋は眩しいっていう顔をしながらいつも描いてます。前までは黒目の下から描いてたんですけど、最近はこの目頭のちょっと下からなるべくまっすぐの意識で描いてます。目がまっすぐじゃないので下がっちゃうんですけど、どうしても。そしたらマットピーチの、これは前使った色とまた違う色でまだ使ったことがなくて、これは01番ですね。こんな感じでナチュラルでちょっとくすみがかったマットピンク、これを下地の段階でちょっと仕込みます。本当は今日イーザー&の世界観に合わせてクール系の黒いシャドウとか使おうかなって思ったんですけど、イーザー&のローンチイベントでちょっときつめのメイクにしてみたら全然うまくいかなくてあとやっぱり普通のブラウンメイクとかの方が秋とか冬とかデイリー使いしやすいかなと思ってやめました。チークはこの目尻すぐから黒目下ぐらいまで、ちょっと最近は外目にしてます。夏とかは鼻までがっつり乗せてたんですけど、秋はちょっと落ち着いたイメージにしたいので、この色すごい使いやすいし可愛い。顎にもクッションファンデが綺麗すぎて、いつもパウダー乗せるのもったいないって思うんですけど、軽くパウダーします。こちらのアミューズスキンセバムパウダーの2番、紫。出かける前って首と顔の色をなるべく合わせようって思うじゃないですか。でも夕方になるとちょっとくすんできたりとかする時あると思うので、気持ち明るめなトーンの方が夕方とか夜までの肌トーンが持つんですよね。なので個人的にはちょっと明るめでもいいのかなって思ってます。こういう粗めの大きめの筆でパウダーを乗せてます。細かめでキュッて密度が濃いやつだと濃くつきすぎちゃうので、そしたら眉毛を描いていきます。まず一旦毛並みを整えてから、こちらはデイジードールのブローライナーの3番。これアイシャドウで使うんですけど、こちらの濃い色と薄色を混ぜてふわっとした眉毛にしていきます。ペンシルで描くだけよりもパウダー乗せてあげる方がちょっとふわっとした眉毛になれるので、ちょっと眉頭にパウダーを乗せます。これもいつも使っているロム&のアイブロウマスカラ03番。さっきのアイシャドウの真ん中の色を使います。こちらのちょっと薄めのブラウンでぼかします。やっぱ秋はこういうベーシックなブラウンを使いたくなるので、いつも眉下から眉頭までしっかり乗せてます。同じ色でアイシャドウがうまく乗らないなっていう時あるじゃないですか。色味がなんかいつもと違うなみたいな時あると思うんですけど、アイシャドウブラシもやっぱ洗ってあげないとどんどん違う色になっちゃうっていうか、こことここを混ぜながらいつもちょっとちょんちょん落としてから塗ってます。大幅が濃いブラウンでちょっとこの目尻をくっつけるような感じでくの字に入れていきます。こんな感じで、そしたらこちらのインガのこういうブラウンのライナーでアイラインを描いていきます。夏は黒を使うことが多かったんですけど、やっぱ秋はブラウンで統一したいのでこんな感じで描きました。そしたらこういうカットされた隙間つげを部分的につけていきます。そしたらラブライナーのオールラッシュマスクのブラウンブラック、ちょっと束感を作ります。
いつものキャンメイクの、私かなり目の粘膜が見えるタイプなので隙間を埋めていきます。下もちょっとだけこんな感じにまつげになったら、この薄いブラウンとこちらのデイチークのムードチークの12番、この色を混ぜてちょっとチークを足していきます。ジュディドールのメリハリマスターパレットのクールトーン1番、こちらでまたちょっと陰影をつけていきます。涙袋もたら、いつものこのディオールのハイライトのこう使ってこんな感じでちょっと部分的に乗せて、こちらのイーザー&のメルティングシロップバーム、これはグランパーのリップなんですけど、ピンクの方が結構刺激強めで、こっちは初心者向け、どっちも使ったんですけど、私はピンクでもいけたので、本当にめちゃくちゃ滑らかで、唇をツヤっとふっくら見せてくれるバームなんですけど、これメイクの最初に塗ればよかった。もうピリピリしてる。そしたら、コーラルヘイズのボリューマイジングフォンデュリップの1番。これもチョコレートみたいな色で。メイクが完成したので、髪の毛を直してこようと思います。はい、そんな感じで私の最近の秋メイクをご紹介させていただいたんですけど、私ももうすでに大好きなこのイーザー&なんですけど、東京で初めてポップアップを開催するみたいなので、ぜひ遊びに行ってみてください。スタンプラリーとかに参加すると豪華なプレゼントとかももらえるみたいなので、詳しくは概要欄にも書いておくので、気になる方いたらぜひそちらも見てみてください。はい、では最後まで見てくださった方ありがとうございました。Thank you.